いいの？え、何が？今の世界の彼氏じゃないの？違うよ。同じクラスの男子。そうなの？うん。そっか、よかった。え、なんて？いや、世界だけリア充なんじゃないかと焦っちゃったよ。違います。行こう。うん。知らないうちに疎まれて避けられることが多かったから、
りもそうなのかなって。そんなことないだといいんですけど、それを聞いておきたくて来たんです。桂さん。はい。誠は桂さんを嫌ってないから。はい、私も嫌ってないし。本当ですか？うん、よかった。誠も私も桂さんは友達だって思ってる。友達？うん、そっか。友達になれるよね。はい、私でよければ。うん、友達になろう。はい。じゃあ、はい、桂さんは琴の葉って名前だよね。あ、はい。それが何か？琴の葉だからコトピー。コトピー？私はせっちゃん。せっちゃん。うん、コトピー、せっちゃん。いい？はい、せっちゃん。あと友達だから稽古もダメ。はい、気をつけます。ほら。あココロちゃん。知らない。そんなに怒るなって。怒るよ。映画終わったら起こしてくれないと。2回目とは知らずに我慢して見ちゃったよ。でもおかげでお話の筋は分かっただろ。さっぱりだったよ。ココロちゃんにはまだ早かったか。早くないよ。大人のムードはあった。ただつまんないから寝ちゃったの。そっか。どっちがトムでどっちがディッキーなんだかさっぱり分からなかったよ。殺された方がディッキーで殺した方がトム。しかもなんかスパイとか出てくるし。うん、あれは大胆なアレンジだったな。誠くん、リメイク前の映画知ってるの？あらすじくらいは。そうなんだ。というか、ココロちゃんが寝てる間にパンフ読んだだけなんだけどね。もう、誠くん嫌い。それじゃあ。あの車、この間もそこに止まってたんですよ。え？同じようにそこで。同じことを？はい。一緒に見てた誠くんは、離婚して出て行ったお父さんがああいうダメな大人で嫌だったって言ってました。ダメな大人。あ、でも誠くん自身はお父さんに似てなくて誠実な人だと思いますよ。うん、わかってる。さて、着いたね。うん。家まで送っていく？反対側だもん。そうだよな。あ、でも遠慮しなくていいんだぞ。いいの。また明日ね。ん？あ、おう。また明日。誠くん。どうかした？誠くんの頭、ほこりがついちゃってるよ。え、マジで？うん。どっかでついたんじゃない？うわ、もう参ったな。取ってあげる。頼むよ。上げて。そうじゃなくて、頭は下げたまま。お、ごめん。それで顔を上げるの。こう？へへ。じゃあね。ココロちゃん。それじゃあ。うん。あの、うん？
今度電話してもいい？あ、うん。メールとかも、うん。私からもするね。あ、はい。友達だもん。それじゃあ。ところに。キオラさん、せっちゃんとお話ししてたんです。せっちゃん？ああ、そうなんだ。私たち、友達になったんですよ。そうなんだ。じゃあ、俺とも友達ってことになるのかな。はい。あ、そうだ。さっきまでココロちゃんと一緒だったんだよ。ココロと？おう、琴の葉も来ればよかったのに。そうですね、また今度。うん、今度夏祭りみたくみんなで行ければ。はい。じゃあ。はい、さよなら。ほら、じっとして。キオラの背中流してあげるね。うん、ありがとう。結局一緒に入っちゃってるし、どうしよう。キオラ。あ、はいはい。綺麗になってるかな、なってるかな。うん、綺麗になってきたよ。いたよね。綺麗にならなくちゃいけないのよ。そうだね。イタル、いっぱい綺麗になってお兄ちゃんの嫁さんになるもん。そっか、それじゃあいっぱいいっぱい綺麗にならなくちゃ。なるよ。お兄ちゃんのお嫁さんになろうってライバルはいっぱいいるからね。母さん、風呂。え、イタル？イタルだよ。ったくダメだろ、勝手に抜け出してきたらまた父さんにぐちぐち言われるんだから。いい。それに一人で風呂に入っちゃダメだろ。お前は誰かと一緒に入らないと危ないっていつも言ってるのに。お兄ちゃんも一緒に入ろ。ったく、しょうがないな。待ってろ。ごめん。私こそ。お兄ちゃん、キオラ。イタル、ちょっとセツナと話あるから向こう行ってな。二人とも他を真っ赤だよ。オール入ってな
ないのに不思議だね。いいから、冷蔵庫の桃ジュース飲んでな。桃ジュース。そうだ、今日さ、心ちゃんが映画のチケットあるって言うから一緒に映画行ってきたんだけど。そうなんだ。そこで、まこちゃん？いや、そうじゃなくて、そう、映画館の前で西園寺に会ったんだよ。世界に？ああ、刹那からおたふく風邪って聞いてたから寝込んでるのかと思ってたけど、元気そうだったけどな。世界。うん、なんでもよくゲーム借りてた友達と会うんだと。ニキか。知ってるやつ？うん、小中と一緒だった友達。確かめてみる。え、もう行くのか？うん、気になるし。そっか、じゃあ送るよ。うん。じゃあ西園寺によろしくな。うん。もし奇病だったら蹴ってくる。怖いな。まこちゃん。ん？あ。いや。まこちゃん。今日は早いから人通り多いし。そうか。うん、気をつけて帰れよ。うん、また明日。刹那に申し訳ないとでも思ったのかな。心ちゃんにキスされて俺何とも思わなかったのに。でも本当に何とも思わなかったのかな。思うわけない。だって俺の脳裏に浮かぶのは刹那だ。刹那を思うだけで俺は、いかん、何妄想してんだ。その刹那の裸を見ちゃったんだから。ふう、世界。ちょっと待って。そのゲーム、ニキのだよね。うん。ニキ、お見舞いに来たんだ。そうなの。今日、たまたまね。その新しい雑誌も、CD も、ニキが買ってきてくれたんだ。そうなんだよ。ニキって優しいよね。ニキが嫌いな CD と、ニキが好きじゃない雑誌だよね。嬉しいよね、ニキの優しい気遣い。今電話して聞こうか。今日榊野町で遊んでたでしょ。何の話だろう。目撃者がいるんだけど。誰だろう。誰にも会わなかったんだけどな。それって出かけたってことだよね。治ってるんでしょう。いや、まだフラフラしてるし、ちょっと榊野町には行ったけど、病み上がりなの。信じてよ。嘘泣きしない。明日からバイトに戻ってね。ひどい鬼悪魔。元気なのに病気のふりして人にバイトを押し付けるのは
鬼や悪魔じゃないの？だから元気じゃない。十分元気じゃん。ああ、遅いって。でもね、今日から良くなったのは本当だよ。それでたまたま兄貴から電話あったから会いに行っただけで。はあ、はいはい。あ、それとね、もう出歩いてたのバレちゃったから教えちゃうんだけど。うん。私ね、今日伊藤に会ったんだ。ああ、伊藤って妹いたっけ？妹か親戚の子なのかな。フリルの可愛い子連れてたよ。うん、それはね。すごいラッキーだった。あ、伊藤ってね、私服の時も結構かっこよかったよ。刹那にも見せたかったな。榊野町の映画館前で伊藤らしき人を見かけた時にはもう心臓がバクバクいってどうしようかと思ったんだよね。それで勇気を出して話しかけてみたんだけど。世界。何よ、これからいいところなんだから遮らないで。私、誠と付き合うことになった。刹那に彼氏？いいんじゃない。それで伊藤なんだけど。だから伊藤誠と付き合ってるの。話そうと思ってたんだけど、最近世界来るたびに寝てたし、ごめん。え？だって、刹那、全然出会う機会なんてないよ。毎日バイト行ってくれてたんじゃないの？いつ？どこで？どうして？世界、行ってたでしょ？ラディッシュの近所に誠の家があるって。だって、近いってだけでラディッシュには全然伊藤来ないよ。会えるわけないよ。誠の妹さんはお母さんと一緒によく来てたよ。嘘。お店でその子に懐かれて、帰りに誠と妹さんが一緒にいる時に話しかけられたの。嘘だよ。それでそこからよく話すようになって。そんなの。だけど本当に告白してOKしてもらったのは夏祭りの時で。嘘だよ、そんなの聞きたくない。世界、刹那が伊藤と付き合うなんてありえないよ。嘘だよ。世界も誠のこと好きだったんだね。うっ。私も世界にからかわれてそんなことないって意地張って隠してたけど、入学式の時からずっと好きだった。だから世界が誠のこと調べてきて、誠のことでからかわれるたびに困ったけど、すごく嬉しくて恥ずかしかった。私、誠のことが好き。でも世界のこと嫌いになったわけじゃないよ。今日も誠が世界にあったって聞いて心配してきたんだから。そうなんだ。伊藤から聞いたんだ、私のこと。うん。舞い上がっちゃってバカみたい。世界ごめん、帰って。世界、ちょっと疲れたから。あ、病み上がりに無理して出歩いたせいかな。そう、まだ具合悪いからしばらくバイトお願い。うん。うん、それでね、映画行ってきたんだよ。それでね、それでね、帰りにキスしちゃった。そうなんだ、やったね。塾の方は大丈夫、先生に頼んでおいたから。ありがとう。一応お母さんにも映画行くって言ってあるんだけどね。幸せか。おはよう。おはよう。部屋。イタルはもう起きてたのか。
あのね、あのね、お母さんとお出かけするの。そっか、どこに？病院。病院？お母さん、イタルどっか悪いの？ちょっと気になるところがあるから簡単に検診させて、その後美味しいものでも食べてこようかと思って。誠も来る？いや、いいよ。さ、じゃあ母さんたちだけで行ってくるわね。ああ。それと悪いんだけど、母さん今夜は夜勤だから、明日の朝イタルを父さんのところに送っていってほしいのよ。頼める？いいよ、駅まで送っていけばいいんだろ。そうね。この間は父さんに会えたの？まあね、相変わらず。そう。じゃあうちまで送っていくのは嫌よね。ごめん。いいの、母さんが向こうへ戻すと向こうもうるさいこと言ってくるだろうし、それでいいわ。お願いね。ああ。兄ちゃん、行ってきます。行ってらっしゃい。イタルは元気だな。こっちは悶々としてたってのに、はあ、こんな昼間っから部屋にこもり直すのもなんだし、海に行くか。